ただいま。おかえり。疲れたー。疲れたよー。ビールくださーい。あ、でもその前にさ、手洗おう。手はないとお返しよう。はい。何してんの？これもある。うん。お腹すいたー。今日は二人でご飯を作って食べたいと思います。ありがとう。じゃあ俺もビールにしよう。イエイ。あー、美味しいね。うまーい。うん。もう早速。はい。さてじゃあ。お願いします。こういうさ、小さいお皿とか使ったらおしゃれだよね。あーでもなんかおしゃれになりそうな、おしゃれでしょ、予感はしている。おしゃれだよね。うん。お腹すいたな。お腹すいた。今日はね、ちょっと普段寮がお仕事頑張ってるから、今日はそういうお祝いというか。お祝いなの？お祝いなんかね、したり。ねぎらい。ねぎらい。お疲れ様。終了。どうしていけばいいかわかんない、こういうの。わかんないから言って。待って、お皿にさ、これ容器のまま乗せるのはなくない？これも開けていい？うん、開けて。それ美味しそうだったよね。あー、めっちゃ美味しそう。そう。さ、ね、こうやって乗せたら。お皿の意味。お皿もいらないじゃん、これだったら。めっちゃ移入する、この。ちょっと待って、どうしたらいいよ。牡蠣のやつ。本当にわかんないからさ。え、だって、もうお皿に出してよ。お皿に出すの？そう、せめてさ。でもさ。しかもさ、こういうおしゃれなやつは多分ね、全部出したらダメだよ。いや、でもね、そもそもね、そういうのってさ、まっ平らなさ、皿じゃない。これさ、綺麗に冷やし中華皿なのよ。これ、こうなってるの？だからさ、無理じゃない？え、だったら平皿使えばいいじゃん。あるよ。あ、いいじゃん。ここにしよう。でもさ、これこそさ、多分そのままいけんじゃない？なんでよ。でも開けちゃうよ。まあ、うん。いいよ、もう翔ちゃんのセンスでやっていいよ。こんなことある？お皿に乗っけるだけの盛り付けって。パク食べたい。ケッパーとか乗せた方がいいね、この上。ああ、いいね。ここだけオシャレ。ここだけオシャレ。あと何乗ってんの？ああ。これね。いいんじゃない？美味しそうだよね。ひょにょ。なんだかんだいい感じになった。収まったね。完成。えい。はい。乾杯。ああ、食べよう。食べて。俺も。あ、それ行きたい。俺も。これね。うん。あ、うま。美味しそう。めっちゃうま。うまい。なにこれ。牡蠣のオイル漬け。オイル漬けみたいな。うん。温めても美味しそうだね。あ、確かに。うん。どれ食べようかな。これさ、なんかレモン味のさ、あれじゃなかった。そう。クリームチーズ。あ、美味しい、これ。爽やかだね。ね。美味しい。美味しい。うん、しかもさ、これもなんか美味しくない？うん。この、なんだろう、あれ。ビスケットみたいなやつ。ビスコ。ビスコだっけ。リスコは、子供が食べるやつ。あ、そう、その味しない？ねえ、うん。あ、美味しいね。俺もうまっ。あそばカルディだな。ね、今日カルディに行って買ってきたんですけど。うん。うん、全部美味しいね。うん。うん。おしゃんだしな。そうなんだよ。めちゃくちゃ高いわけではないからさ、うん、プチリッチみたいな感じ。そうだよね。終了。俺どれがいい？俺牡蠣がさ、一番好き。うん。うん。ああ、美味しい。うん。ちょっとこっち聞いて。待って。俺ね、足負傷してんの今。あ、そうなの？いや、大丈夫。でも近づいてくれなきゃ。から、お、お、んだよ。そろそろ、なんか作ろうかな。うん。近づいてほしいな。うん、うん、甘えんなよ。俺も求めてるし、うん、見てくれてる方も求めてるから、みんな量以外求めてる。え？いや俺も求めてる。あ、じゃあみんな求めてんだよ。うん。
いよ。はい。おー、じゃあ、すごい。つなぎもと、しめじの、ありがとう。アヒージョ。はい。めっちゃ美味しそう。熱そうだね。気をつけて。うん。気づいたらもう2本目。ね。取れない。取れないよ。いただきます。もう絶対熱いよ。熱いよ。うん、熱いよ。うん、熱いよ。うん。うん。美味しい。しい、うん。ほんと？うん。うーま、美味しいね。よかったー。うま、うん。あー、酔っ払ったん。いた。いた。いたいね。いなかった。冗談の叩きじゃなかったでしょ、今。冗談の叩きだよ。顔がうるさかったもん。やだ。確かに。うるさいってどういうことよ。はい、ごちそうさまでした。急終了。りょう、なーに、乾かして。やだ。乾かして。あー、乾かして、早く。あー、乾かして。うわー、あー、あー、うん。はい、行きます。ちゃんとめっちゃ伸びたんだよ、髪。ねえ、ちょっと待って待って、こっちしかやってないんだよ、ずっと。こっち違うよ、こっち乾かさないといけないでしょ。そうなんだ。乾かしてんのよ。文句言えよ、文句を。はい、お客様、今日はどんな髪型にしますか。かっこよくお願いします。それはやってないんですよね。そういうのやってないんですよね。ありがとう。かっこいいとかかっこよくしてくださいそういうのやってないですよね。ありがとう。もう分かった分かった、もういいです。うちの店そういうのやってないんですよね。お帰ります、ありがとうございました。お会計お願いします。お会計します。うるさい。なんか今日面白いの上がってるかな。こっち。なーによすごいよ、すごいよ、ほんとにすごい。じゃあ聞かせてみ。できないよ、下手くそで。いいじゃん、感情を込めて歌う。うん、え、頑張れ。ありがとう。何すまん。俺も酔っ払った。うん、俺さ、うん、なんだよ。何今日のね、うん、頭の匂い嗅ぐの好きなんだ。やめてください。違うの、落ち着くの。臭くない。臭くないよ。カレー臭とかしてない。まだ大丈夫。まだ大丈夫。カレー臭とかしたらマジで教えて。分かった。俺なんか気をつけないといけないから。でもさ、なんか、うん、あ、大丈夫。うん、何、なんかもう匂いとかさ、うん、慣れちゃったら分かんなくなるんだよ。そうだね。じゃあ翔ちゃんのチェックしてあげるよ、カレー臭。あは、ないよ。全然ない。ないでしょ。全然ない。うん、頭のね。頭のね。うん。大丈夫、臭くない、うん、大丈夫。寝袋できちゃった。そうだね。じゃあ横になろう。うん。はい。うん、はい、というわけで今回は僕たちの晩酌と夜の過ごし方かな、うん、はい、をお送りしました。いかがだったでしょうか。はい。まあ今日はね、普段に比べてちょっとおしゃんな晩酌だったよね、うんうん、あ、そうだね、うんうん、はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。おやすみ。おやすみ。にゃー、しょうちゃん、おやすみ。